本堂古女は、イタチカイタチアカイタチ属お古女種の亜種で、本州の東北地方や中部地方などに生息するお古女である。本種は、山イタチ、下着つとも呼称される。滋賀高原では、山の妖精と呼ばれて親しまれており、本種をモチーフにしたマスコットお古民による PR が行われている。本種とエゾー古女との主な相違点は、 体の大きさで本州,の方が小さい本州の東北地方や中部地方などの山岳地帯。関東地方の日光市では標高1200メートル以上の山岳地帯に生息する。本州の生息地域に野生化したミンクが生息している。地域ではミンクとの生存競争で劣勢に立たされており、その地域では本州の個体数が減少している。本州は 純絶滅危惧種に指定されている。葉山2013年10月生獣の大きさは、オスとメスで異なり、オスの方が大きく、体長は、オスが約18から20センチメートル、メスが約14から17センチメートル。尾長は、オスが約5から7センチメートル、メスが約6センチメートル。体重は、オスが約200グラム、メスが約160グラム。 毛色は、下顎から腹部にかけては一年を通して白色。尾の先端は一年を通して黒色。それ以外の部位の毛色は、夏毛と冬毛で異なり、夏毛は褐色、冬毛は白色。替え毛きは、夏毛への替え毛は初春。積雪期には、冬毛への替え毛しており、白色となる。本種の行動は、基本的には、単独行動で、オスの活動範囲は、 メスのよりも広く、複数のメスの活動範囲と重なり、その広さは約40から80ヘクタール。メスの活動範囲は約20から50ヘクタール。同性間では活動範囲が重ならず、縄張りを持っている。木に登ることや泳ぐこともできる。巣は木道や岩と岩の間に開いた隙間である。植生は主に動物食で、ネズミやモグラ、鳥、鳥の卵、 昆虫類であるが、本種よりも大型ののウサギやライチョウを捕食することも、ある。また山小屋の残飯を食べることもある。出産時期は、春で、巣穴で4から6匹の新生児を出産する。本種は、長野県から天然記念物の指定を受けている。ウェブサイト出版物、ありがとうございます。